はい。では行きましょう。では行きましょうってはい。では行きましょう。ちょっとさっき練習してたタングルートでいきたはいいと思はい。います。はいはい。で、ここからちょっとあんちゃんに一人でああ。行ってもらおうかなわかりました。頑張ります。と。じひょえー。ゃあ、ミッションリスト、まあ、簡単っすね、今回。うんうん。よかったよかった。まあいいかも。ね。スマジスティック付近で使用や EMF 火を踏ませる。いいですね。ほうほうほう。よじゃあ、し。お待ちを。はい。ボードがエグい。おお、大丈夫ですか？じゃあ、このカメラだけ出る前につけていっあ、た。あはいはい。とはもう、失礼します。OK かな？追い回しお、おじまわしですね。おし、じゃあ行ってきます。ます。はい、いってらっしいゃい。やー、怖いよー。行ってきます。いってらっしゃい。いいです。いいカメラですよ。いいカメラですか？ あ、ブレーカーは1階のガレージ1で。階のガレージ。まだ出ませんからね、はコーいスはは。いはい。あんぐらい。お、もうブレーカーの位置を覚えている。覚えてる。ちょっと学習しました。素晴らしい。で、締めていきつつ。すがす。お、電お、さ気。すがす。いいですね。いい動うん。き。ちょっと慣れてきてちょっる。と慣れてきてますね。いやー、すごいないやー、なんもなかった。いいですね、いいですよ。電気をつけて入っお、ていくそう感じ。そうそうそう。あ、ウィジャパンあります。ん？何が？後ろです。後ろ。あ、ああ、骨あ、だ骨もありますね。ー。普通に見落としてた。骨取って回収してもらって、ほい。そで？のまま奥に向かってください。骨代わり。ああ、なんか呪いのほにゃらら。はい。これはこれ普通をに取っ手にてい取っいんてでもすからっね。て。あ、ちょっと待ってください。どうしたらいい？やばいですね、それは。ウィジャパンに向かって V を押しながら、さようならって言ってくさだよさい。なら、さよなら、さよなら、グッバイ、さよなら、に、なな、に、なな、グッバイ、グッバイ、さよなら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 、さようなら、さめっようちゃな動きまら、すね。さようなら、さようなら、グッバイ、さよなら、のー、さよなら、帰って、助けて、あれ、ずっグッと動いてバイ。ますね。なんだなんだ、気持ち悪い帰っな。て、お帰りください。ゴーホーム。帰って。バイバイ。帰ってください。帰ってください。お願いします。あがー。どうなりましあた？あ、やべ、ハンパ。ー。いや、どうしたすいません。あー、ダメだ。壊れました。死んでもうた。ああ、壊れましたね、カメラが。これは死んでしまったんでしょうか。そうなんですよ、それ死後の世界です。ああ、本当だ。死体が見える。いやウィジャパンが燃え尽きると、そうなるんですよー。ね。そうなるんですね。もう逃げる暇もなかったですね。あれ、あちょっにとどうゃして下におったん？ー。いやー、死後の世界。その世界入るとゴーストの動きとか見えますよ、あ、そう交なん差で点すに。ね。じゃあ私はどうしたらいいんでしょう。とりあえず戻ってきました。そうっすね。戻ってこなくても大丈夫ですけどね。う第二ん。の例として過ごしてもいらっや、守護霊として、背後霊していくんで。とて。じゃりああ帰えっず。てきたら帰ります。はい。じゃあ、お願いします。真後ろはにいーい。ます。いすやごー、いな怖ーい。帰らなかったなー。
何やったんですね。何やったんでしょうね。わかんないですね。ハントゥー。ああ。横転か。いや。まあ別に死んでも、うん、あのアイテム持っていってない人は何もならないんで。ああ、はいはい。なるほど、なるほど。ただ怖い。ただ怖い。それは怖かった。ただ怖いってやつ。あれ、あの、呪いのアイテムはクリックするともうえらい目に遭うと思ってた。ああ、なるほど。もう写真だけで終わりなんすね。そうですね、そうですね。今回はブレーカーは地下です。はい。あ、キャンドル消させるはいけるけど、うん、あとはめんどくさい。ああ、難しそうですね。まあ、安全運転でいきます。そうですね。じゃあ、行きまーす。はーい、早っ。鍵が出る。あ、僕持ってきますわ。はい。これで開けます。行きまーす。いらっしゃい。おー、雨だー。おー、雨ですね、雨です。音がうるさいんで、聞きづらいんですよね。あら、それは。あと僕が喋るから。とりあえず地下行きます。はーい。あげてます。おー、雷鳴ってる。おー、雷。あ、じゃあ雷大丈夫な方ですか。あー、いやー、音ビビりますね。ですよね。ねー。アイクラの雷でもビビり。あー、ドア上がります。ジュドーンってなりますよね。怖っ。なるべく身の中にはいないように。うん。出てないです。まだ出る。いいですよ。いい動きですよ。いやー怖。今まあ呪いのアイテムでやられたようなモンスターなんで。まあね。もうトラウマですね。トラウマ確定ですね。ウィジャ版の。そう。ここも普通ですね。なんもないです、うんうんうん。まだ1分ぐらい平気なんで。はいはいはい。ね、ガンガンと。ガンガンと行かねば。引っかかってますね。引っかかってますね。諦めました。諦めました。どうかな？お部屋ちゃん。電気の位置も。うん、ここも普通、うん、お、ここ開けました？ん？いや、開けてないです。でも怪しい。ああ、さよなら。あ、でもなんかここは、あ、下がってきた廊下？そうですね、そうですね。なんか写真とかもぼかしてますね、あれ。うん、この廊下にいるんですかね。あー、ぽいです。そうそう、こちらと何もならないですもんね。じゃあ、あー、でもこの辺の廊下が下がってる。そうですね。あ、3.9。その辺電気つけときましょうか。電電電気電電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 、これはコンセント電気。あー、左側かな。左側、左。あ、ね、入って通路の右側です。右側。後ろを向いて。あ、はいはい。よし。で、その、テーブルの、ちっちゃいテーブルの上にある電気も。うん、どこ？あ、その右側です。これかな。その今左。左。あ、その、そこの。これか。それパチって押しそうでも。あ、OK です。はいはいはい。多分その廊下ですね。3.0 だと氷点下ではないですよね。1.6。氷点下ではないね。けど低いですね、ちゃんと。低いですね。よし、じゃあ帰ります。そこにあの、もうポイポイとぼかしてきていいですか。あ、はいはいはい。カメラもどうせまた使うもん。ポイポイと。さて、何をしていこうかな。いいですね。頑張ってきましたね。まだ消費量ちょっと減ってるな。
お、カメラ行きますか。と、カメラと、パリピ方面持ってきたいかな。そうですね、そのセットで行くのはいいと思う。よし、じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。あ、でも電気がついてない。アイテム持ったままの状態でも T ボタンで懐中電灯使えるんで、うん、あ、なるほどなるほど。いいですね、もうプロ調査員です、うん、もうこの廊下が見えるあたりに置いちゃっていいですよね。そうですね、僕もその方がいいかなと。こうかな。で、パリピ孔明もこんな感じで、あと電気消しとけば見やすいかと。はいはい。電気の反射がエグいんで、あのナイトビジョンでやる。ああ、なるほどなるほど。どこだっけ、こっちだっけ、それだっけ、これだっけ、あれだっけ。はーい。で、ドア閉めといて。あ、ドア閉める。はいはいはい。そうなんですよ、あれね、外の明かりが。あ、カメラをここ出ちゃうかも。これでどうかな。ギリギリ。あ、いい場所だと思います。お、お、見えるかな。あ、見てもらいます。さあ、一緒。今でカメラ。ここですね。あ、これですね。うん。あ、なんかふわふわしてる。あ、ふわふわしてますね。ナイス。ほうほうほう。オーブがある。オーブがある。な？くらいかな？オーブあり。はいはいはい。ゴーストが走ってくる姿が見えれば、うん、BOTS プロジェクターも証拠になる。うんうんうん。これがね、プロジェクターちょっと待たないと出ないんです。あー、じゃあ待ちましょうか。いやー。オーブはもう完全出てます。うんうん。ただオーブはね、ちょっと証拠にならないのが、あー、雷。じゃ、雷とかぶって、プロジェクター、プロジェクターオンにして、ミミックが消えたので、うん、オーブも入れましょう。ゴーストオーブとプロジェクターと、はい、で、バンシー、幽霊、妖怪、雷獣、聖衣。聖衣やったら面白いですけどな。うん、まあ、この 1,2,3,4,5 5体で、うん、EMF リーダーが出たら雷獣、うん、指紋が出たらバンシー、ナイティングが出たら聖衣、氷点下が出たら幽霊。うん、あ、でも氷点下出なかったからあれかな。あ、そうですね、氷点下はなさそうな気はしますね。よし、じゃあ、あとだからスピボー、ライティング、指紋、EMF は持ってた方がいいですね。うん、なるほど。じゃあ、指紋とライティングから。はーい、できます。待ってくださいね。まだいける、まだいける。行って大丈夫。大丈夫です。大丈夫。まあ、僕を信じていいかは分かりません。急に騙し打ちはやめてくださいよ。多分大丈夫。入ったら、電気をつけていきましょう。で、でん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 。指紋。電気つけときゃまだね。ああ、その辺触ってますね。え、触ってる、そんなに。どこら辺。あの、今の通路のところのクローゼットみたいな。クローゼット開けてなかった。あ、本当です、開けてますね。指紋、うん、はない。ない、うん、指紋はないかな。じゃあライティング、ライティングもスプレイ、うん、どうでしょうね、わかんない。まあ2冊あるんで、2冊、まあまあまあ、はいはいはい。
指紋を置いて。シマドオーブは出たかな。いるな。と、あと。ライジングと EMF。EMF はこれかな。顔めり込んでる。よし。なんか、ゴーストが触ってたりとかしたら、EMF で、クリック近づくと、ビビビってなります。なるほど。ライティングその先に置くか、この左の通路側のどっかに置くか、どっちかと。ああ、こうかな。こんにちは。よし。あ、でも全然無反応ですね。EMF。なんもないな。とにかく触ってもらわないダメです。あの TPP 置いてきてもいいですよ。あ、置いときます。あの、なんか触った時に勝手に反応する可能性。ああ、なるほど。あ、ライティングの近くに置いとくと分かり。ライティングの近く。ほいと。ほい。じいか何か。あ、こんにちは。ドアの開けっぱしは、ご遠慮ください。最初閉めづらいでしょう、それ慣れるまで。焦ってるし、余計に。よし。こっちも開けてる。あ、逃げようとしてますね。おー、見なかったことにしよう。あははははは。あとスピボかな。スピードボックス、まあ、これですね。そうっす。これで V ボタンでお話ししてくれば。あ、一回薬飲んどきましょうか。あ、はいはいはい。よいしょ。よし、じゃあ行ってきます。はい、電気消して懐中電灯つけといても大丈夫です。よし、よし。ライティングもなんもないですね。よし、じゃあ行きます。あ、電気消さないと。あ、電気消す、電気消す。こうか。よし、じゃあ行きます。はい、こんにちは。どこにいますか？お名前は何ですか？なんて言えばいいんでしたっけ、こういう時。アピールしてくださいとか。アピールしてください。これ V ボタン押してます。あ、 V ボタン押してなかった。アピールしてください。どこにいますか？ヨーホー。ヨーホー。ヨーホーって言いました。ヨーホーって言いました。海賊かな。海賊の霊かもしれない。戻ります。行きましたね。あ、証拠見て出ましたね。うわ、行けましたよ。お、出ました。おー、よかったよかった。というわけで、スピードボックスにて妖怪が。行けましたね。あー、よかった。ナイスですね。キャンドル消させるとかぐらいなんで、きます、うん、あの、火つけて置いてくるだけ。はいはいはい。キャンドルとね、ライターを持っていかなあかんす。で、つけていったら火が消えちゃう。あれ、取れない。あ、ん、待て。よし、OK です。で、あの、キャンドル持った状態で F を押したら開くんですね。ほいほい。あ、F やったかな、クリックやったかな。なんかその辺の通路のどっか置いといたら多分消しよろう。ん、あ、出ました。で、置くとき F で。はいはいはい。はい、ナイスです。はい。そのまま置いといたら、全然消す。うん。いいじゃないですか。いやー、ドキドキでしたけどね。消してくれるかな。カメラでも確認できるんで。あ、じゃあ入ります。いやー、よかった。さっきはもう即死だったからもうダメかと思います。あ、消しました、大丈夫、はい、あ、本当だ本当だ。消えてます。よし、いやー、よかった。見てもらって、はい、プロジェクターオーブ、スピリットボックスで、了解に丸で。了解です。はい、よし、じゃあ、すごい。いやー、よかったよかった。
でミッションもキャンドル消す。キャンドル消すで、はいはい、もう他は諦めます、無理です、あかんと思います。よし、じゃあ帰ります。帰りましょう帰りましょう、えいえい。ここまでやって外れるパターンたまーにあるって、思い込みみたいな、怖い怖い怖い、多分大丈夫です、うんうん。はい、了解でした。パチ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 。と。お。エスケープキーが。というわけで、おばあちゃん初めてのお使いでした。いけましたね、いけましたね。いやー、怖かった、怖かった。いや、もうこれ、次回からは。あの、二人別々でやっぱ行動できるとでかい。ああ、まあ。マップが広くなるとそうですよね。そうなんですよ、あの広いとこになると今の部屋で、うん、まあ6、7部屋とかなんですけど、うん、30何部屋とかもあるんですよ。大変ですねそれは。もうそこ一人とかじゃもうやってられへんので、うんうんうん、でよかった。なるほどなるほど。頑張ります。はい、いや今日はありがとうございます。いや、ありがとうございました。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。